皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですねソニーさんからこちらのですねエクスペリア5マーク5をですねお借りしてレビューしていきたいと思っております。で、私はこういったスマホを使ってあんま写真とか動画撮ることないんですよね。普段は普通にカメラを使って写真とか動画を撮ることが多いんですけども、ほとんどこういったスマホは使わずに撮ることが多いです。でも実際にこういったスマホで気軽に撮れた方がいいですよね。で、綺麗な写真綺麗な動画撮れたらこのスマホでも十分かなってところで、今回ちょっと試してみてどれだけ最近のスマホってよく撮れるのかなっていうところをですね、まあ、レビューしていきたいなっていうふうに思っております。実際ね、私もこう最新のスマホとか使ってないので、最近のスマホってどんくらい写真の写りがいいのか動画の写りがいいのかっていうのはですねちょっと分かんないので、実際に使ってみてじゃあどうだったのかっていうところをお話ししていきたいと思ってます。よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、まずはですねこちらの Xperia 5 Mark 5がどれくらいの、まあ、どういうスペックなのかっていうのを軽く触れていこうかなというふうに思ってます。で、スマホのスペックというよりはもう本当に写真動画に特化したお話をちょっとしていきたいと思うので、まあ、カメラの代わりになるかカメラの代わりになるかというか、まあ、代用として使えるものなのかっていうところでお話をしていきたいなというふうに思っております。はい、ではこちらのですねカメラもご紹介していきたいと思ってます。上がですね 16mm の超広角が撮れるカメラになっております。下がですね 24mm の新世代センサーを搭載したカメラになっておりまして、この 24mm がですね4800万画素あるので 48mm の2倍ですね広角ズームにしても1200万画素をですね担保しているので、まあ、綺麗な写真を、ズームしても撮れるっていうものになっております。はい、で実際にこの Xperia 5 Mark 5を使って、まあ、写真動画いろいろ撮ってきたんですよ。私がですねたまにこう山登りをする趣味というか、あの気分転換によく山登りをすることがあるので、この Xperia 5 Mark 5をですね持って、これでいろいろこう撮影しながら山登りをやったですね動画がありますので、よかったらその動画全編ですねこちらの Xperia 5 Mark 5で撮ってますので、どういった映像が撮れたのかっていうところをよかったら参考にしてみていただけたらと思います。あとはですね自分が撮った動画とか写真を一つの動画にしたいなって思った時に、まあ、編集ってめんどくさいと思うので、こういったビデオクリエイターってアプリがあって、ここの新しいプロジェクトのところにですね撮った動画を選んで、こういうふうに選んでお任せ編集ですね、長さを決めて、ランダムとかですね、合わせるとかですね、いろいろ選んで開始するだけ、これだけで簡単にですね、まあ、一つの動画にまとめて作ってくれるっていう機能がありますので、音楽なんかもですね、用意されてて、これボタン一つでですね、まあ、簡単に動画を作ることもできますし、細かく編集することもですね、できるので、こういったアプリもですね、活用して簡単に自分が撮った動画なんかをですね、皆さんで共有して使ってみていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、どうだったでしょうか。いや意外にね、意外にというかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか動画。いやびっくりしましたね。S シネトーンで撮って 4K24P で撮影しております。で、
結構まあ、逆光気味で撮影してても、まあ、しっかりこうグラデーション残ってたりとか、あれこれスマホで撮ったのっていうぐらい結構綺麗な状態で撮れてたっていうのが結構びっくりしましたね。はい、なので動画はですね 4K の 120p 撮れますし、 S シネトーンが使えたりとかしますし、まあ、今回この動画ではですね 4K120p はまた別のオープニングの動画で撮ってるんですけども、 4K の 24p のみで撮影してるっていう形になりますけども、それでもですね素晴らしく綺麗な動画が撮れてますので、 S シネトーンで撮ってですね、結構 4K すごくこのスマホでも綺麗に撮れるなっていうふうに思いましたし、手ぶれもあんまりしなかったんですよね。一応こうスマホ用のジンバルみたいなのは持って行ってたんですけども、ほとんどこう電源入れずにロックがかかった状態で、もう本当に三脚を持ってこう手持ちで歩いているぐらい、ジンバルとしての機能はほとんど使わずにそれで登っていった感じになりますけどね。それでも結構手ぶれが気にならなかったなっていうところがですね、この Xperia 5 Mark 5のすごくいいところかなっていうふうに思いました。ただやっぱりちょっと難点もいくつかあって、難点というかですね、やっぱこうカメラと違ってこう画面がですねこう稼働しないじゃないですか。それによってちょっと低い位置に置いた時に、この画面で画角を確認するのが結構こう覗き込まないといけないので、その辺がちょっと大変かなっていうふうに思いましたね。それ以外はですね別になんか不満なく使えたかなっていうふうに思います。特に自撮りとか私もあんまりというかほとんどしないので、まあ、自撮りでもいいかな、まあ、内側のカメラでもいいかなっていうふうに思うんですけど、今回外側のカメラをですね、まあ、メインで使った形になりますので、まあ、内側も使ったらどうだったんだろうね。内側でも良かったかもしれないですね。はい。で、まあこちらですね、まあ動画はすごく綺麗に撮れることが分かりましたし、まあそこは結構カメラと併用して使ってもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。これだけ綺麗だったら S シネトーンが使えて、これだけ綺麗な映像が撮れるんだったら、 4K の 120p まで撮れるんだったら、まあ、カメラの代用としても結構使えるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、こちらが写真として、写真機としてじゃあどうなのかっていうところで、いくつか試し撮りですね、してきたんですけど、こんな感じですね。この山の中でも、まあ、いくつか写真をですね撮ってみたりとかですね、帰り道にちょっとまあいい感じのですね夕日だったので、それこう写真撮ってみたりとかもしましたけどね、やっぱ綺麗な感じでよくグラデーションが残ってたりとかして、写真としても結構最近のやっぱスマホってすごいんだなっていうふうに思いましたね。まあ、さすがにですね、一眼カメラと比べて、まあ、一眼カメラがいらないぐらいの画質だよねっていう風まではですね、言わないんですけども、ただ、まあ、これでも十分な写真はやっぱり撮れるなっていう風に思いました。うん、これでも十分な写真は撮れますし、まあ、このスマホだから撮れるようなこういろんな写真があったりとか、動きのある写真とかですね、まあ、瞳なんかも綺麗にですねバチバチ合わせて撮ってくれますし、もう私が一緒に飼っている犬なんかもですね、顔が真っ黒なのでなかなかこう目がですねどこにあるのか分かりにくいような犬種なんですけども、それでもですねしっかり目を捉えて撮影することもできたので、その辺でかなり優秀だなっていうふうに思いました。はい、まあ、私が使っているソニーの、まあ、一眼カメラなんかもですね、こう瞳 AF なんかはついてるんですけども、人間と動物切り替えたりとかしてですね使ったりするんですけども、まあ、この Xperia 5 Mark 5は切り替えなくてもですね、人間でも動物でもしっかりピントを合わせて撮影してくれるので、その辺でもかなり優秀だなっていうふうにはですね感じましたので、その辺でもですねやっぱりソニー機のこう瞳 AF を受け継いでる、まあ、この Xperia かなっていうふうに感じたので、私が使ってソニーのアルファと比べてもですね、まあ、遜色がないというか、まあ、画質に比べたらやっぱり一眼カメラの方が上だとは思うんですけど、それでもかなり優秀な方だなっていうふうには感じたので、まあ、これでですね写真なんか撮ってもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、よかったらこの辺ですね、 Xperia ちょっと興味ある方ですね、手軽にこういった瞳 AF を使って、まあ、写真とか動画撮ってみたいなって方にはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。まあ、シャッターボタンがですねここについてるので、シャッターボタンを押して写真撮れるっていうところもすごく面白い、まあ、カメラにデジカメに近いかなっていう感じのですねスマホかなっていうふうに思いましたので、
よかったらこの辺ですね、参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.